ポケモンソードシールドの発売から1年が経過しました。ポケモン対戦の花、ランクバトルのガチ対戦に関しても、1ヶ月ごとに計12のシーズンに分けられてきたわけですが、今回は、そんなランクバトルの環境トップに注目して、パッと見てわかる、ソードシールド環境トップ10の推移、この1年で最も活躍したポケモンは誰だ?というテーマの動画となっております。最上位層の順位変動を可視化したので、剣盾ランクバトル1年間の環境を振り返っていきましょう。今回の動画ではシングルバトルのデータのみを取り扱いますが、ダブルバトルについても別動画で投稿予定です。それでは早速本編参りましょう。はじめに、シーズン1から。こんな感じのトップ10となっております。ほう、これが剣盾初期の最強ポケモンたちってことですね。まあ、当たり前なんですけど、どのポケモンも、選出されると困る強いやつばっかりですね。ガラルの600族、ドラパルトの蒸気を逸した速さや、前作からの弱体化も関係ないほどに強いミミッキュ、そんなミミッキュの対策にもなりエルドリューズも人気となり、他にもダイマックスと弱点保険の相性の良さや、攻撃しながら加速するダイジェットに注目が集まるなど、発売からの1ヶ月半で、環境は一気に煮詰められました。最近、冠の雪原で過去のポケモンが解禁されましたけど、その解禁直前のトップ10です、って言われても見抜けないぐらい、発売当初の1ヶ月だけでこんなに環境が落ち着くんですね。剣盾では何度か環境に変化が訪れていますので、その都度、どんなポケモンがランキングに出入りするのか、ここからの変化を見ていきましょう。では続いて、シーズン2のトップ10。シーズン2、トップ10に新たに入ったポケモンはなしですか?上位層の順位の入れ替えは穏やかでしたね。特に、トップ3の順位は不動となっています。この3匹はほんと見ない日がないレベルだったもんな。そんな中、トゲキッスやギャラドスの順位が前シーズンより上昇。確かに、これはどういう変化なんでしょう?この2匹に共通しているのは、飛行タイプであるということです。あ。ここから推測するに、当時多くのプレイヤーが気づき始めたのでしょう。剣盾環境における、タイプ1ダイジェット、の強さに。トゲキッスは悪巧みも覚えて特攻伸ばせるし、ギャラドスは自信過剰で攻撃も伸ばせるし、ダイジェットで素早さ上がったらもう止まらないんだよな。ダイジェットの強さが多くのプレイヤーに浸透したことにより、手探りの部分もあったシーズン1の環境がより洗練され、この結果になったとも考えられるでしょう。続いて、シーズン3のトップ10。バンギラスの代わりにカビゴンが入ってきてる。実は、シーズン2とこのシーズン3では、シーズン1から対戦ルールの変更が入っており、一部のポケモンの巨大マックスが解禁されています。その該当ポケモンの中で、最も活躍したのがカビゴンでしょう。巨大マックス技、巨大再生は腹太鼓と相性が良く、ドラパルトとミミッキュのゴースト環境には、天敵の格闘ポケモンも不在、評価を上げているトゲキッスにも有利を取りやすい点も加わり、このシーズン、大きく順位を上げてきました。そういえば格闘ポケモンが見当たりませんね。せめては有効のゴーストたちに一気技を透かされ、守っては吹き荒れるダイジェットでついでに撃墜される、格闘タイプにとっては地獄のような環境が続いています。ローブ神育てたけど全然選出できなかったの思い出した。続いて、シーズン4のトップ10。シーズン4からは、さらにルール追加が発生。一部のポケモンの巨大マックスが追加されたほか、ポケモンホームによって入手可能となったポケモンや夢特性、これらもランクバトルで解禁されました。その結果、ランキングはこのように変化しました。サザンドラの代わりに入ってきたのがラプラスですか?このシーズン、巨大マックスが解禁されたラプラスは、巨大マックス技、巨大旋律が大人気となりました。一気技で攻撃しつつリフレクターと光の壁を同時展開するって、改めて考えてもスペック高すぎますよね。HP が2倍になるダイマックスの使用も相まって、かなりの耐久力を手軽に実現する強力な技であり、前シーズン22位から大きく順位を上げ、9位にランクインしました。フリーズドライや一撃必殺技も使える器用なポケモンだし、サザンドラをランク外に追いやったのもちょっと頷けますね。続いて、シーズン5のトップ10。おお、ここへ来てついにトップ3に動きが。前年11月の剣盾発売から約半年の間、3位の座を守っていた、ドリューズがついに陥落。
トゲキッスが3位に食い込みました。6ヶ月もトップ3が不動だったのもすごいけど、1位と2位は未だ全然動く気配ないのもすごいな。また、前シーズンでは快進撃を見せていたラプラスですが、シーズン5では12位に順位を落としており、代わりに、これまで10位にギリギリ届いていなかった、ガラルヒヒダルマが悲願のランクインを果たしました。シーズン1から、11位、11位、14位、13位、今回ようやく10位になれたんですね、ヒヒダルマ。特性ゴリム中とダルマモードはいずれも火力が凄まじく、剣盾環境初期から暴れていたポケモンの一匹ですね。さて、ここまででポケモン剣盾ランクマッチの1年間は折り返し、ここまでご覧いただいてどうでしょうか？率直な感想としては、最上位層ってこんなに固定されるもんなの？ってぐらい、入れ替わりが控えめですよね。確かに、おっしゃる通りですね。トップ10入賞経験のあるポケモンは、ご覧の10匹に、バンギラス、サザンドラ、ラプラスを加えた、合計13匹。また、トップ20の入賞経験があるポケモンでもわずか29匹と、入れ替わりが活発な環境とは言い難いですね。シーズン1の時点ですでに、有望なポケモンはほとんど、洗い出されてしまっている、という印象でしょうか。何か理由があるんでしょうかね？考えられる一つの理由としては、YouTube や Twitter によって、情報の流通速度が早まった分、環境が煮詰まるまでの時間が飛躍的に短縮されたということでしょうか。スイッチ1台で録画して投稿もできる時代だもんな。まあ、ここまでは大きな環境変化がなかったのも事実です。夢特性の解禁、DLC による新ポケモンの参入など、環境が大きく動き始めるのはここからです。まだあのエースストライカーが見当たりませんしね。続いて、シーズン6のトップ10。シーズン6では、さらに巨大マックスポケモンが解禁。すべての巨大マックスポケモンが使用可能になりました。その結果、ランキングはこのように変動しました。あ、ドリューズが3位に返り咲いてる。ドリューズとトゲキッスの熾烈な3位争いですが、シーズン6ではドリューズに軍配が上がりました。なんかもう、1位から5位までは常に固定のメンツですよね。確かに、ドラパルトからカビゴンまでの5匹は、剣盾ランク初期環境の5強を名乗っていい使用率ですね。そしてこのシーズンではナットレイがランクインしてますね。ガラルヒヒダルマと入れ替わりで上がってきたナットレイは、目覚めるパワー廃止の恩恵を受け、上位を常に維持、シーズン6にしてついに10位以内に入ってきましたね。防御が高いほど強くなるボディープレスとも相性いいんだよな。そんなシーズン6ですが、この時点でなんと、カビゴンとナットレイを除く8匹は、ここまでトップ10を守り抜き、一度も11位以下に落ちることはありませんでした。ここまでトップ10解禁賞ってわけですね。すごい。すごいのはすごいんだけど、そろそろこの8匹も見飽きてきましたね。何かそろそろ環境がひっくり返ったりしないもんかな？心配ご無用。ここからのランクバトル1年目後半戦には、ご希望通りの波乱の展開が待ち受けています。続いて、シーズン7のトップ10。おお、一気に1位に何か割り込んできてる？波乱のシーズン7、ルールの変更があったわけではありませんが、6月初頭にガラルゴ三家の夢特性が解禁されたことにより、それまでのランクバトルの常識は一気に覆されました。それまでドラパルトだけの場所であった使用率1位の王座、全シーズン17位から一瞬で奪い取ることになっています。リベロエースバーンが強いのは知ってたけど、解禁されて即1位をかっさらってたんですね。特性、リベロは、使用する技のタイプに自身を変化させる効果で、月光画の変幻自在同様、すべての技をタイプ一致で使えます。ダイジェットで素早さを上げ、ダイナックルで攻撃を上げ、ダイバーンで天候を、ダイサンダーでフィールドを操り、すべてのダイマックス技をタイプ一致の効果力で放ちながら、弱点となるタイプも目まぐるしく変化していくという、対策が極めて困難な強力なポケモンとなっています。覚える技も多いし、本当に強いんだよな。そんなエースバーンに注目が集まるところですが、同じく夢特性が解禁されたゴリランダーに関しては、前シーズン52位から記録的なジャンプアップでランクインしました。確かにめっちゃ順位上がってる。ゴリランダーの8位ランクインはそれだけでもすごいんですが、目で見える数値以上にすごい点もあります。ほう？なんでしょう？シーズン1からこのシーズン7に至るまで、トップ10にランクインした全ポケモンには、ある共通点があります。共通点ですか？はい。その共通点とはズバリ、飛行タイプが弱点でないこと、です。一部でダイジェットゲートも呼ばれたガラル対戦環境ですが、ダイジェットに弱いというのが致命的なデメリットであることを、今回のランキング検証が物語っています。ダイジェットそこまでやばいんか。この、
ダイジェスト結界が張り巡らされていることにより、飛行タイプが弱点であるポケモンは全員、トップ10どころかトップ20以内にも、半年以上立ち入り禁止でした。その結界を破った初めての飛行弱点ポケモンこそが、このゴリランダーというわけです。そこまで行くと確かに怪魚って呼べるかもしれない。他にもカバルドンが新たにランクインしたシーズン7ですが、環境の変化はさらに続いていくことになります。続いて、シーズン8のトップ10。このシーズンからは、ダウンロードコンテンツ鎧の孤島が反映され、多くの過去作ポケモンと新ポケモンが参戦。加えて、一部のポケモンに巨大マックスが追加されました。その結果、ランキングはこのように変動しました。おお、エースバーンとゴリランダーが止まらない。エースバーンとゴリランダーは巨大マックスを獲得。巨大マックス技でミミッキュの特性を無効化できるのも、この結果に影響しているでしょう。しかし特にこのシーズン、エースバーンの使用率は、圧倒的というのも生ぬるいほどで、このシーズン、使用率150位までの全ポケモンのうち、最も倒された回数の多い相手、の項目において、150匹中149匹に、エースバーンの名が刻まれています。ん？ちょい待って、つまり、ほぼ全ポケモン、一番負けた相手がエースバーンってこと？そういうことです。もうタイプ相性とか関係ないじゃん。ちなみに、たった一匹の該当しなかったポケモンは誰なんですか？ニョロトノです。逆になんで？ニョロトノを最も倒したポケモンはゴリランダーとなっていますが、2位は結局エースバーンなので、まあ誤差の範疇でしょうかね。さて、ポリゴン2やジバコイルなど、ガラルアと乗組もランクイン。あんなに変化が穏やかだった環境が嘘のように、一気に変化が訪れていますね。トラパルトはゴリランダーにまで抜かされてるし、ミミッキュもドユーズもじわじわ順位が落ちてきてるし、ここからどうなっていくんでしょうか？続いて、シーズン9のトップ10。すっかり1位が定位置になってますね、エースバーン。単体で完全に対策できるポケモンも見当たらず、採用しない理由がないほどの実力者ですからね。このシーズンの注目点は、トゲキッスとゴリランダーの関係でしょうか。前シーズンでは2位にまで上り詰めたゴリランダーですが、一気にメジャーとなり、多くの対策が講じられることに。その中でも、もともと環境への適応力が高く、ゴリランダーを迅速に処理できるトゲキッスの需要がさらに高まり、初めてドラパルトの使用率を上回る結果になりました。これまで地道に順位を上げてきたトゲキッスだけど、ライバルが増えた環境で自己ベスト更新してるのすごいな。気づけば、ロトムやドユーズ、カビゴンもトップ10から外れ、新たな環境が形成されてきていますね。特にカビゴンは、環境変化の影響を大きく受けました。ああ、リベロエースバーンとかウーラオスとか、タイプ1期の格闘技が環境に出てきたもんな。その結果、シーズン8と9では従来より大きく順位を落とし、使用率30位近辺に落ち着いています。同タイプで優秀なポリゴン2の存在も痛いですね。続いて、シーズン10のトップ10。ダウンロードコンテンツ、鎧の孤島の影響も落ち着いた2020年9月、このシーズン10からのルール変更は、大きな話題を呼びました。あ、もしかして記憶に新しいあれですか？そう、使用禁止ポケモンが制定された、というルールです。シングルバトル及びダブルバトルの使用率から見て、上位のポケモンが使用不可能となる、驚きのルールでした。ネットニュースとかにもなってましたね。シーズン9のトップ10のうち、この禁止制限を受けたのは、ズバリ、1位から8位の8匹。空席となった上位の座についたポケモンは誰なのか。波乱のシーズン10の順位変化が、こちら。おお、見慣れない面々からカムバック組まで、一気に環境が一新されてますね。久々にトップ10に返り咲いたのはナットレイ、ロトム、サザンドラ。もともと強かったのは確かなので、順当に居場所を取り戻しました。加えて、1位には前シーズン10位であったパッチラゴンが君臨。命中不安を無効化できるダイマックスと特性張り切りが噛み合い、効果力の物理電気アタッカーとして突破力に優れました。ドサイドンやホルードのランク急上昇のうちには、パッチラゴンの電気技対策の意図も含まれていたでしょう。ホルードなんて56位から8位への大躍進ですもんね。エースバーンやドラパルト、ミミッキュが基準となっていた素早さ調整や、ゴリランダーのグラススライダーに基づいた耐久調整など、多くの基準が一旦リセットされた環境での戦いとなり、定番の技構成なども変化する、特殊なシーズンとなりました。そして、このルールは次のシーズンにも適用されています。続いて、シーズン11のトップ10。ナットレイとサザンドラが抜けて、ゲンガーとマリルリ入ってきましたね。シーズン1の頃同様、
最初の1ヶ月で環境の大枠は固まり、特別大きな変化があったシーズンではありませんが、アシレイヌやマリルリ、アローラ・キューコンなどのフェアリーが強いこのシーズン、ドラパルトとミミッキュにゴースト枠を占領されていたゲンガーが、毒技の火力を評価されて使用率を大きく伸ばしました。ここまでゲンガー苦しんでたんですね。ドラパルトとミミッキュのいない間ぐらい活躍してもいいでしょ。この動画のネタバレになりますが、次のシーズンでドラパルトたちが帰ってくるということもあり、この後、ゲンガーは再び使用率を大きく落とすことになります。今その無慈悲なネタバレする必要あった？また、二種のウラオスやリザードンなど、今日ポケモンがひしめく中、ホルードの活躍には目覚ましいものがあります。確かに、この面々の中にホルードがいるのってなんか、良い意味で違和感ありますよね。なんでだろう？戦術した、パッチラゴンへのタイプ有利はもちろん、飛び跳ねるを覚えるため、ダイジェットも使用可能、ドリューズ不在の間、地面アタッカーとして頭角を現し、特性、力持ちの強さも再認識された印象です。マリウリも力持ちだし、火力は正義なんですね。さて、最上位エース不在の特別な2シーズン、このルールならではの活躍を残したポケモンもいますが、使用禁止が解除される、次のシーズン12、同時に、ダウンロードコンテンツ、冠の雪原も適用され、ウルトラビーストなど、過去作の特別なポケモンも一気に集結。この10匹のうち、何匹がランキングに残っていられるでしょうか。頼む、何かの間違いでホルード残れ。最後に、シーズン12のトップ10。ポケモンソードシールド、発売から1周年を迎えたこのシーズン、戦術の通り、いくつかの要素が重なる中、1年目最後のトップ10を飾ったのは、このポケモンたちです。うすうす分かってはいたけどホルードいなくなってる。っていうかトップ10総入れ替えされとる。エースバーン、ミミッキュ、ポリゴン2、ゴリランダー、カバルドン、禁止制限から解放されたこの5匹と、冠の雪原で解禁された過去作の伝説ポケモン5匹、1年目最後のトップ10は、以上の10匹に締めくくられました。ん、伝説ポケモンはスペック高いし、まあこうなりますよね。てか、この中でも不動のトップのエースバーンやばいですね。1年目の下半期、MVP は間違いなくエースバーンでしょう。リベロが解禁されたシーズン7以降では、参加した全シーズンで使用率1位を記録。エースバーンに対面したことのないポケモンはいないレベルで、エースバーンでエースバーンを倒し、あるいはエースバーンに倒される、全盛期のガブリアスやメガガルーラを思わせる人気ぶりでした。エースバーンを意識せずにランクバトルには潜れない環境でしたね。また、上半期の MVP としてはドラパルトが挙げられます。剣盾ランクバトル開始から半年以上、使用率トップは譲らず、リベロエースバーンが来るまでは、間違いなく環境のコアでした。このシーズン12でも、トップ10入りこそ逃しましたが、11位につけ、存在感は消えていません。1年間を通しての平均順位は 2.5 位と、間違いなくトップであり、剣盾環境1年間、ドラパルトこそが最も活躍したポケモンでしょう。ガラルの新ポケモンが活躍して、新要素ダイマックスで躍進したポケモンがいて、使用率上位ポケモン禁止のルールが導入されて、思い返せばいろんな衝撃のある1年間でしたね。ここまでも面白かった環境の推移ですが、現在経過中のシーズン13のデータでは、サンダーがエースバーンの使用率を上回り1位に君臨しているなど、今後もまだまだ波乱の予感が絶えません。これからの1年間も、環境変化が楽しみですね。今回はシングルバトルに関するデータのみ取り扱いましたが、好評であれば、ダブルバトルに関してもまとめる予定なのでお楽しみに。といったところで、今回の動画はここまでとなります。最後までご視聴いただきありがとうございました。